皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。ちなみに初めてこのビデオを見てくれている方に、毎日1本動画を撮って授業をやっています。よかったらこれからもチェックしてみてください。で、ダイエット自体にこうビデオで補佐ね、何語語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 語じゃあですね、皆さん、これは大河でやっぷゆダージャーダールーユ中級の1番のビデオです。これは第3課の21番のビデオです。5番のチャレンジしましょうですね。ページは82ページです、ね、ちょっと読んでみますね。今日はもうほとんどね、なんか多分教えることもほとんどない。多分私がただちょっと教科書読んで私のなんか何だろう、習慣とか考えを言うだけのビデオになるかと思います。チャレンジしましょう。 1時間がとても短く感じるのはどんな時ですか？長く感じるのはどんな時ですか？ですね。これですよね。1時間がとても長く感じるね。これはもともと長いですよね。で、長い、これ副詞になってるんですよね。アドバーね。長いはいい形容詞、それを句に変えると副詞になります。例えば おいしいをね、おいしくね。だからこのお寿司はおいしいです。おいしくお寿司を食べますよね。おいしくお寿司を食べますとか、例えば楽しいで、パーティーは楽しいですね。で、友達と楽しく遊びますね。楽しく遊びます。後ろ感じるね、動詞があるときには副詞にするといいですよね。ですね。とても短く感じるのは、ね、感じるとき、これね、この感じるのはののは、これはときのことね。感じるのは、感じるときはどんなときですか？で、長く感じるのどんな時ですかですね。なんか早くこう短くね、タイムフライズの感じは、あっという間という言葉があるので聞いたことありますか？これあはあって、あっ、ね、あですね。というは言いますね。言いますの時間です。そう、the time ね、to say あ、とても短いの時間です。あっという間ですね。例えばパーティーの楽しい時間はあっという間ですとかね、あと一瞬でね、一瞬で終わりましたとか、ね、例えば遊園地とかオーシャンパークとかディズニーランドに行って、なんか楽しい乗り物に乗ったらもうすぐに終わりましたとか、ね、一瞬で終わりましたとか、あっという間に終わりましたと言いますね。私は1時間がね、とても短く感じるのは、実はね、一人でいる時間でもあるけれど、大体は友達と楽しく過ごしている時間とか、あとは特にね、日本語の授業で皆さんと1時間とか1時間半の日本語の授業をしている時、本当に早いと感じますね。なんかだから頭の中でいつも時間をこう考えてるんですけど、今日はこの人は、ね、これぐらい教えたいからと、ね、例えば最近はなんか話す機会が少ないから、じゃあ例えば30分話そうとか、例えばこの人はちょっと単語が弱いから、なんか単語を読んで例文をたくさん作った方がいいなとか、なんか時々オンラインクラスでチャットをたくさんする人いますよね。で、あれチャット、メッセージのチャットをたくさんしている人は、大体私はこの人は助詞とかいろいろなこう単語の使い方がちょっとnot to the point ね、少し変だ、ね、だと思っているので、たくさん細かくディテールね、細かく直してあげたい時にはよく授業の時チャットをします、ね。あれをするとなんか作文と同じですから、like composition ね、細かいところを、ね、復習できると思います。ではね、あと他に長く感じるのはどんな時ですかって、ね、長く感じるのはね、なんかやっぱり待っている時ですよね。例えば友達と晩ご飯とか昼ご飯の約束をして、でレストランに行って、で私は時間通りに着いたんだけど、友達が遅刻するとなんかすごく長く感じますね。
で皆さんどうですか。あでちなみにこの下のね時間がこれね永遠って forever ね、ちょっと見えないか、これ永遠だね、永遠に感じる、なんか feel the time is forever。 例えば5分とか、あのちょっと待っている5分が永遠に感じる。 Sounds like it's I feel it's like forever ね、もうすごい長い時間。あと時間が止まったように、ね、I feel the time has stopped、 時間が止まったように感じる。そうですね、皆さんどんな時時間が永遠に感じますか、ね、なんかあとはなんかやっぱりなんていうか、あの昨日 の、 あのこう文章、時間よ止まれじゃないけど、なんか自分の好きな人だよね、なんか恋人となんかデートをしている時間とかは本当にあのすごくあっという間に終わっちゃうというか、なんかこう朝までおしゃべりしててもね、なんか全然なんか飽きない、 We don't get bored ね、飽きないからずっとおしゃべりできますよね。ああいうのなんかすごい幸せな時間ですよね、うん、ではですね次のね2番読んでみますね。2、クラスで、あこれね、ここね、ここ読んでいきますね、うん、2、クラスで次のようなアンケート調査をしてみましょう。そしてその結果をまとめてクラスで発表しましょう。アンケート国、あの自分の国書いてください。私だと日本だね、日本で、男性か女性か、これあの丸つけてください。チェックでもいいけどね、丸つけて。質問1、人を待つとき何分ぐらいなら待てますか。質問2、人を待たせるとき、人を待たせるとき何分ぐらいなら待ってもらえると思いますか。相手、待つ時間、待たせる、ね、で先生、家族、友達、恋人ですね。ちょっと皆さん、時々あの先生を、ね、待たせる人います。あれダメです ね、 なんかね、先生を待たせないようにしてくださいこれ人を待つとき、自分が待つとき、これね、自分が誰か友達や家族を待つとき何分ぐらいなら、ならはこれ条件形ですよね、コンディションフォームね。ここ前が名詞ですよね、名詞 で条件形、コンディションフォームね。如果、if だね、如果ね、如果で、その何分ぐらいだったら、同じ意味です、何分ぐらいだったら、 if ね、 for about how many minutes、ね、do you think you can wait、 待てますか。この待って、待ってますの手はこうやってあの可能形だよね、待つことができるよね、待つことができますかという意味ですよね。皆さんどうですか。私は先生だったら、相手が先生なので、まあ、うん、何の先生かにもよるんですけど、もし中国語の先生だったら、うん、1時間くらい待てるかな。うん、で家族だったら、例えば母だったらもう、まあ、どのぐらい待ってもいいですねでもあのずっと例えばカフェで待つとかじゃなくて、母にメッセージして、ちょっとデパートでブラ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 って、ハンギングアラウンドね、ハンガイみたいな、ブラブラしてるねみたいな、でもう一日でも待っててもいいかな友達はそうだね、あの気持ちはどのぐらい待ってもいいけど、でも30分以上私を待たせる友達は、多分私のこと大事にしてくれてない友達ですよね。だからちょっとね、なんかそれはいい友達じゃないなと感じるかもしれない。待ってもいいけど、待ってもいいけど、なんか次の約束をあまりしたくないかな、ね、恋人、うん、これなかなか難しいですよね。気分は恋人もなんか母と家族と同じで、ずっと待っていてもいいんだけれど、ただよく考えたら、その彼女を待たせる彼氏って、彼女を大事にしてくれていないということだよね。でそうやってこうなんか論理的、ちょっと彼のロジカリーというのか、よく考えたら、そういう恋人は良くないと思うから、なんか、うん、なんか好きじゃなくなるか、だんだんね好きじゃなくなる可能性が高いですよね。どう思いますか皆さん。じゃあ待たせる方だよね。で人を待たせる、待たせるは自分がその人を待たせる、まあ、その人に待ってもらう感じね。待たせるなら、そう、 make the person wait、ね、no I wait、 こっちは自分は待つ、こっちは相手が待つね。
何分ぐらいなら待ってもらえる、その人は待ってくれますかね、待ってもらえると思いますか。いや先生はもうダメですね、もう絶対待たせてはいけないと思うか、これゼロね。で家族か、15分ぐらいかな、どう思いますか皆さん。15分ぐらいなら待たせてもいいですかね。友達、友達も15分から30分はひどいよね多分ね。で15分ぐらいなら待たせてもいいかな。でね恋人はね、どうだろうな、なんか彼が優しいから私が仕事とかなんか大事な何かがあったり、事故があって、恋人ってよく会いますよね、毎日のように会うから、だからあのなんか何か大事件があってでメッセージしてでごめんねって言ったら、もうなんか1時間でも2時間でも待ってくれるような優しい彼がいいですね、やっぱりね。あの待たせるつもりはないけど、待たせないけど気持ちとしてずっと待ってもいいよと言ってくれるような心が広いっていうの、ここ心がこう広いよね、ここジェネラスね、なんかな人の方がいいかな、やっぱり。あの私が例えばだけど30分とか1時間ね、何かでね、あの本当にあのなんかお化粧してましたとかじゃダメなんだけど、本当に何か問題があって遅刻した時に、なんか怒るような人はなんか心がなんか狭くて、なんかちょっと男の人としてちょっと小さいなと思っちゃうかな。皆さんどう思いますかこれ。私はちょっと答えが分かりません、なんとなく今思ったことを言ってみました。さあではね、今日ここまでにしましょう。であの明日のビデオは83ページからの問題の3番からですね、この1番2番はあの聴解リスニングなので、ここはちょっとジャンプして飛ばして、こう3番から34、567899番までですね、ここのね9番までずっとこれやっていきます。であのよかったらあの明日のビデオを見る前に自分でこう問題をねやってみて、でそれからあの答えをね一緒にチェックしてくれると嬉しいと思います。では皆さんまた明日一緒に勉強しましょう。なんか今日はね本当になんか勉強というよりはなんとなくおしゃべりのビデオになってしまってすいません。じゃあまたね明日一緒に勉強しましょう。お疲れ様でした。また明日ね。あよかったらLikeしておいてください。よろしくお願いします。じゃあねバイバイ。